くーちゃんと親子になったことで、くーちゃんは素敵な女性に育ってほしいと思ってますね。私は考えました。娘を立派に育てようと考えたら、まずは私自身が立派にならなくてはいけないのだと。そうでしょう、そうでしょう。というわけでくーちゃん、今日はママのかっこいいところ見てもらおうかなと思ってるんだ。大丈夫？ママのかっこいいところ見る。私は縁結びを司る女神。異国の地でも縁を結ぶということにかけては誰よりも得意なのです。くーちゃん、よく見ててね、ママのかっこいいところ。お、ママ縁結びの女神様。遠慮しておこう。あ、そうですか。そこのあなたはどう？お近づきの印にぎゅーって抱きしめ合わない？ごめんなさい。その、失礼します。おい、もられちゃった。こんなことで諦めてたら素敵な女性には程遠いよね。
そんな目で見ないでくーちゃん。ママは、ママは。これはどのような素材を使っているのか教えてもらえるのかな。興味を持ってくれてありがとう。縁結びの女神と握手。握手。握手か。させてもらおう。ピウシア教の女神様よ。その女神様、私もお願いします。抱きつくなんて恐れ多かったけど、握手なら。うん、ありがとう。大歓迎ですよ。役立つ道具がいっぱいあるから、紹介にも来てみてね。Thank you.
バロ。何度呼びかけても返事しないから心配したぜ。言葉の節々から察するに、作戦でも立ててたのか。やっぱり気にしてたのか。よし、アバロたちの安全を守るのもある意味案内人の務めだよな。あのさ、アバロ、ロキ家の書物庫で何かいい方法がないか文献を調べてくるよ。誰くんだろう。お話を聞く前にまずはお名前を教えてほしいな。そして土下座はやめよう。
失礼オバ。まずは天上の存在たる女神殿に対し気軽にお声掛けしてしまった非礼をお詫び申し上げます。それがしはポポルン・ロッツと申す者、以後お見知りおきよ。それがし、ポポルン君か、可愛い名前だね。話し方は年の割にきっちりだけど。とりあえず今言えるのは、あんまでかい声で立場を叫ばないでほしいってことだ。どんな厄介事が飛び込んでくるか分かったもんじゃねえ。決めたのですが、
構えるも、祖国の技術だけではこの国に受け入れられず、このままではまずいと考えた矢先、父上が病にかかり。私は修行中の身、未だ父上ほどの腕はなく、せいぜいが武具を強化するくらいが関の山。しかし諦めたくはないので、早漏。父上が残されたこの工房を守らねば、それがしは、それがしは。それがし一人では工房を維持するほどの資金も稼げず、新たな技術を生み出すこともままならない。しかし祖国が誇る装備や道具開発からそれても意味がない。この地の魔術師に求められる技術の開発、それには迷宮にて得られる素材が多量に必要。その入手に手を貸してもらいたく、お願い申し上げまする。残念ながら食べられる飴じゃないんだ。ああ、
ああ、涙でびちょびちょだ。ったく、本当にお人よしだぜ。
むぞ。あー、ざっとこんなところだ。よし、進むぞ。え、なんか考え事か？よし、進むぞ。よし、進むぞ。よし、進むぞ。
絆だ。うわっ、それまだまだ。どうだ、やったら参りました。よし、進むぞ。進むぞ。これでよしと。よし、進むぞ。初めて見るものだ。初めて見るものだ。
よし、進むぞ。よし、進むぞ。よし、進むぞ。当てるぜ。いけんじゃん。行くぞ。よし、進むぞ。お、いいもんあるじゃん。使えそうだな。よし、進むぞ。よし、進むぞ。よし、進むぞ。はん。や。くそ。それ。これでよしと。
これでよしと。使えそうだな。こんなところかな。しかしなかなか厳しかったぜ。私だけ？ここが迷宮の採用みたいだな。迷宮に異変が起こった原因が分かればいいけど。主君、お早くお願いいたします。予定が迫っておりますゆえに。言われずともやってるわよ。わざと流れを乱すのって結構難しいんだからね。ちょっと待って、予定って何よ。私聞いてないんだけど。町で知り合った貴婦人とのむつごとでございます。遅れるわけには参りません。むずことって、あんたね。意味をすぐにお分かりとは。主君は意外と耳戸島なのですな。そんなの行くの禁止よ、禁止。主の命令だからね。あら、主様はすぐにふてくされるんだから。もう少し落ち着かないと、子供のようだわ。私はもう大人よ。お父様からももう少しで認めていただけるんだから。いくら魔術の腕が高くても学べないものはあるわ。男女の営みとか性知識とか、殿方を喜ばす傍受とか。全部同じ意味じゃないのそれ。そんなの学ぶ必要ないわよ。おお、さらなる知識を求めないとは嘆かわしい。よろしければ小生が実践してご教授して差し上げますが。ああ、もう！メイ、コウ、うるさい！集中できないじゃない！さっさと終わらせて、次に行くわよ！そうでございますな。どうやら、集中が途切れる要因が近くに潜んでいるようで。
ルフラール？アンベル・ロキ。そう、やっぱりあんたが邪魔しに来たのね。さすがじゃない。ほう、主君、随分と嬉しそうでございますな。遊び友達が来て尻尾がブンブン楽しげに揺れてるわね。かわいいわ。友達じゃない、好敵手よ。リル・フラール、ロキ家に並ぶほど深い歴史と実力を持つフラール家の息女で、小さい頃はよく遊んでたな。幼なじみになるのか。仲良しなんだね。仲良しじゃない、ほ、う、て、き、しゅ。敵って文字が入ってるでしょ。主君、世の中には敵対していながら信仰を深めている相手という場合も存在いたしますが。そうね、なかなかに燃える関係だわ。燃えるかしら。いちいち口を挟まなくてもいいってば。とにかく仲良くないんだから。わかりやすい態度でゾクゾクしちゃうわ。わからない、リルは召喚魔術師だから多分その関係だと思うけどな。ここで会ったのもある意味運命ね。恋の？違う、そうじゃない、戦いの。どちらが名家の跡取りとしてふさわしいのか白黒つけようって言ってるのよ。はあ？なんでそうなるんだ？っていうか私、本家に席は置いてるけど別に跡取りじゃないぞ。さあアンベルロキ、威信をかけて正々堂々と勝負しなさい。いきなり勝負をふっかけられたよ。今回私はフィユシア教からの使節団を案内する役目を負ってる。だからこそ巻き込めない。役目を放棄して私的な決闘を行うわけにはいかない。へえ、それじゃあ次に町で会った時には決闘の申し出を受けるのよね。私はリルと決闘する気はねえ。その資格もな。あんたはいつもいつもそうやってはぐらかす。
だって鍵玉で転移したら他の魔術師とは迷宮内で会わないんじゃなかったっけ。キ君の質問に答える必要があるとは思えませんが。そうね、というかその疑いすらも主様に対しての礼を失しているわ。メイ、こう控えなさい。出しゃばった真似をしてしまった不遜、お許しくださいませ。はい、主様。でも、どうするの？まずは名乗りを済ませておくわ。私はリル・フラール、偉大なるフラール家に名を連ねる者。あなたたちも名を告げておきなさい。私は降臨ユイキ、光を司るフィルモルガナ。よろしくね。小生の名はメイリンユイキ、闇を司るフィルモルガナでございます。以後お見知りおきを。パパ？ママ？
会うはずのない迷宮内で鉢合った。知らなかった？カギデマはメフィの塔で制御してる。だからメフィの塔以外から転移すればその法則は当てはまらないそうよ。リルが各地で迷宮を暴走させている犯人？まさかフラール家が各地で問題を起こしていたのか？侮辱するな！これは私が勝手にやったことだ。フラール家には一切関係がない。魔式風連の将、そう名乗っていたわね、奴らは。もう正直に言っちゃうところが主様らしいところね。自らの行動に恥じるべきところを持たんという素晴らしい胆力か。お仕えするにふさわしき高貴なお方でございます。関係ないわ。だってあなたたちは周りに話せなくなるのよ。見られたからには、事情を知ったからには、力ずくでも黙っていてもらうわ。ないよね。私たちの目的を阻むのならば容赦しないわ。メイ、コウ、堂々と仕掛けるわよ。かしこまりました主君。そのお言葉お待ちしておりました。承知しました主様。力の限り支えますわ。どうして迷宮を暴走なんか。リルは天才なんだ。おじい様はその才能を認めてた。正真正銘の魔術の天才。私なんかとは格が違うってことだ。
幼なじみが悪いことしてるなら止めないとね。私たちも手伝うから。ああ、私も案内人としての役目がある。リルのことは見逃せねえ。うん、缶もいっぱい缶もある。それじゃあ説明を始めるね。進むぞ。よし、進むぞ。
あ、一丁行くか。ここが迷宮の採用みたいだな。迷宮に異変が起こった原因が分かればいいけど。いちいち口を挟ま進むぞ。よし、進むぞ。進むぞ。
脂肪、初めて見るものだ。初めて見るものだ。
ジかよ。ここからどうするか。これでどう？みんな悪い。